ひどいよプロデューサーさん。では本日のゲスト、クエーサーの新顔山本マリアさんと他のメンバーを歓迎しましょう。初デビューってことは、山本さんは他のみんなの後輩ということになりますね。どうですか、先輩たちは優しくしてくれていますか？もちろんですよ。私たちクエーサーはみんな家族です。競争し合うことがあってもライバルである前にみんな同じ女の子ですから。ああ、なるほど。マリアちゃんはすごくかっこいいイメージがあります。一番新しいメンバーとはいえ、私たちにとってはお姉さんみたいなキャラです。大型バイクやスポーツカーに乗っていて、ロックバンドでもやっているようなお姉さんですね。私はいつかシロ先輩と同じ舞台に立てるかもしれないというだけで十分嬉しいです。先輩？でもあなたの方が年上でしょ。シロ先輩は私の憧れですから先輩でいいんです。できるものなら生まれ変わってちゃんと年下の後輩になりたいですよ先輩。もうすっかりジュニアメンバーとして溶け込んだようですね。それでは山本さんがクエーサーの正式メンバーになった瞬間を見てみましょう。今年の研修生の昇格の結果が出ました。選ばれたのは一人だけです。20位北野空が研修生番号147、山本マリアと入れ替わります。私の名前は山本マリアです。研修生番号147。本日をもってクエーサー正式メンバー20位になりました。研修生仲間たちの次の昇格をお祈りします。そして新しい先輩方、これ
からよろしくお願いします。未熟者ですが、クエーサーの一員として一生懸命務めさせていただきます。くだらねえ。
あら、どうよ。全力で行くでー。そしてスターノバ全員がチラシ配りキャンペーンを開始しました。プロデューサーさんに言われた通り、私たちは2グループに分かれてデビューコンサートについて宣伝しました。雨が降ってもみぞれが降っても、その寒さの中で私たちは一生懸命義務を果たしました。いやー、なんで風が突然強くなってんねん。これはナイトロードの意志に違いない。風よ吹け、世界の至るところまで我が闇の知らせを届けよ。それはゴミのポイ捨てだからやめてん。バカ、チラシを飛ばされてどうすんのよ。この時期に雪とか、春は何をしてるんだ。もう雪は降らないと思ってたのね。あら、でも雪の降る景色ってなんだかすごく落ち着きますね。くそ、まさか断熱効果まで。ああ、チラシが濡れちゃう。わあ、ナイトロードよ。これは向こうも白に与えるのは一体なぜか。ああ、黙れ、チュウミちゃん。そして箱をかぶれ、早く。こっち戻ってこんかいな、この野郎。なんでこんなことになってるの。アイドルの神様の怒りでも買ったの、私たち。ニャンコちゃん、おいしいツナがあるよ。暑い。どういうことやねん。なんで2月にこんな熱波が来んねん。アホか。ああ、まるでこれを書いたやつら、日本の天候を全く理解していないバカな外人どものようだね。多くの試練や困難を乗り越え、私たちはチラシを配りきれました。そして息つく間もないうちに写真撮影の日が訪れました。やっほー。よろしいでしょうか。